皆さんこんにちは、遠藤です。6月24日金曜日、大引けを迎えました。今日のトレーラー皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均は大幅続伸となりました。朝方小高くスタートした後は高安切り上げる展開が前場後場ともに継続。月末絡みの上値追いなのでありましょうか。押し目という押し目を作ることなく、売り方の買い戻しも交えながら下支えパワーの見られる力強い一日となり、結果プラス320円の 26,491 円で着地をいたしました。しかしながらこちらテクニカル面においては日足チャート、また週足チャートでは買いのポイントはまだ見られておりません。いずれにしても上昇のトレンドではなく、今後の続伸したとしてもですね、上蓋が待機しておりますので、いずれ大きな下落につながる可能性があり、積極的な買いはリスキーと言えます。以上から来週以降のですね、戦略としてはスイングトレードであれば、引き続きトレンドが成立している銘柄、買いにしても空売りにしてもです、そういった銘柄への短期勝負として、または日をまたがないデイトレードにてスピード感を持って利を重ねていくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後来週月曜日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。本日用として挙げた注目銘柄は6銘柄。1つ目3482ロードスターキャピタル、2つ目2501札幌、5713住友山、4063新越、9101優先、4890坪田、この6銘柄ですね。週日通して今回の注目銘柄ではエントリーできた銘柄がありませんでした。6619ダブルスコーピア、2437新和ワイズホールディングスをトレードされて利確された方が会員様でいらっしゃいましたので、各自でのトレードですね、会員様皆さんお疲れ様でした。注目銘柄でのエントリーがもちろんないときは休むも相場ですね。やらなければ負けませんので、資産を失うことなく来週に臨むことが可能となります。これまでのようにですね、チャンスのあるときにしっかりと入ってディグっていただくことで、このスタンスをですね忘れず、ポジポジ病にはならず、ビジネスとして冷静に見極めてそのチャンスを捉えて利を重ねていきましょう。今日は注目銘柄とのデイトレは難しかったですが、他監視銘柄にてチャンスを生かせた方はおめでとうございました。お疲れ様でした。次に来週月曜日用の注目銘柄についてご紹介いたします。来週用の銘柄6銘柄ほど現在見ております。早速一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、4596久保田製薬ホールディングス、また再びこちら出していきます。240円のこの手前に高値をつけた後、大きな陰線が連続して入っておりましたが、今日は大きく反発のストップ高、プラス 27.62%、 出来高1230万2400株、大商いですね。さらに未約上の成り行き買い注文分130万2400株を残した状態でのストップ高となっております。来週月曜日もう一段上げていくということをですね、見ながら買い戦略ということでこちら見ていきましょう。安寄りしてから陰線を出す場合にはもちろんなしとなりますが、安寄りしてから力強く上げていく場面ですね、大きな陽線を出していくことがあればですね、一旦今日のように下げても力強い買いが入っていくようであれば、これは狙ってみたい銘柄ということで一つ挙げさせていただきました。定額となります。2つ目、2437新和ワイズホールディングスです。また再び一段高となりました。1231円プラス 19.16%、 出来高339万6200株、出来高に関しましては徐々に減りつつあります。ここ3営業日ですね。しかしながらしっかりと高値更新をしております。今日の上ヒゲの部分ですね、昨日のヒゲの部分もそうですけれども、今日のヒゲの部分を消化することでさらに力強い動き、強い動きが入ってくる可能性があると見ておりますので、昨日の
ヒゲ同様、今回は今日のヒゲを来週月曜日上に抜けていけるかどうか注目をして心を合図見ていきましょう。動きがですね、寝動きが結構荒いので逃げるときは十分ですね、早く逃げるように注意していきましょう。3銘柄目、6619ダブルスコープ、今日開戦まで捉えた方の報告いただきましたね、おめでとうございました。今日一段高となりました。まあ、材料が出たということで今日大きく上げております。2000円どころを突破していきました。場中ですね、結果終値ベースでは1994円プラス 11.77% で着地をしております。商いも今日入っております。3607万5400株ということですね。今日の上ひげの部分をさらに消化して上昇していけるかどうかに注目をしてダブルスコープ見ていきましょう。4銘柄目、6338高取です。またこちらも久々にですね出した銘柄となります。出来高こそですね多くはありませんが、さらに勢い伴いながら上げていくようであればということで月曜日注目をして見ていきます。今日は出来高59万1100株、今日の高値どころですね、これを消化して上に行けるかどうかに注目をして見ていきましょう。十分ですね、付き合わせてみても高値圏となっておりますが、まあ、早く、まあ、早期利食いですね、早めに逃げるというスタンスでこちら高取り見ていきましょう。まあ、チャンスがなければ当然ながらやる必要はありません。5銘柄目2999ホームポジション、こちら上場してから今日2日目となります。まあ、昨日3銘柄新規上場、そして今日2営業日目となります。ホームポジションですね、出来高117万6400株、上ひげつけておりますが、この勢いですね、高安切り上げの勢いが来週も入ってくるかということで見ていきましょう。まあ、ひげを消化しない限りはこのホームポジションはなしということで見ていただければと思います。6銘柄目今日新規上場しました9227マイクロ波科学、今日は650円、出来高599万1600株となっております。ストップ高、宮城城の成り行き買い注文分119万2800株と宮城城分残した状態でのストップ高となっております。この銘柄は公募価格が605円ですね。朝は安く寄りましたけれども、安く寄って売られましたけれども、しっかりとした買いが入ってストップ高まで上昇していったということになります。来週月曜日のこの勢いがですね入るかどうかに注目をして見ていきましょう。激しく動く銘柄の一つということで認識してください。マイクロ波科学となります。以上6銘柄となります。これの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄ですね、いただければかな、チャートも見て判断しながら来週月曜日のトレード頑張っていきましょう。また株式投資攻略オンライン講座を現在無料にて公開をしております。こちらになります。価値株式株の最短攻略法、動画講座は全7回分となっております。こちらこれからですね株を始めてみようと思う方、またはいろいろ試したけれどもなかなかうまくいかなかったという方、あるいはもう我流でやってるけれども結局トントンかなという方にとりまして、間違いなくプラスになる内容となっております。今日今この YouTube をご覧になっている皆さんですね、まだ登録まだの方はこちらにですねメールアドレスをですね登録をしていただければ、登録したその日からですね無料動画見ることができますので、ぜひご登録、まあ、気軽な気持ちでですね、メールアドレス登録をしていただければと思います。初めましての方や悩んでいる方、株で迷っている方、まずこの動画講座にですねぜひ、コードを移してください。皆さんのご登録お待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録まだの方はぜひそのチャンネル登録をしてください。そして今日ご覧になっている方はですねぜひ高評価ボタン一度押していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。外は、まあ、関東の方は特に猛暑日が続いておりますので、しっかりと土日休んでいただいて水分補給もしっかりしていただき、月曜日からまた新たな気持ちでトレード頑張っていきましょう。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。